はい、さすらいの冒険家。暑いわ今日は。夏バテバージョンですか。あ、夏バテバージョンだって。ここ最近の寺木さん、お、騙され役、騙され役、騙され役だって。俺だってちょっと騙しやすいんだろうね。で、この前も取りに来たじゃないですか、あの屋根。あー、屋根、ここの屋根か。もう今日はちょっと寺木さん、もう久しぶりに塗装のあれでも取ろうかなと。あ、塗装か。え、今日は一発塗って、あ、撤収。え、もう塗らないですか今日。塗らないで。もう塗らないですか。塗らないで。何番とかわかんないですか。何ですか。はい、終了。さあ行こうか。久しぶりっすね。ノー、久しぶりじゃない。基本俺夏はノーヘルだもんで。ちょっとダメです。ご了承くださいっていう。うるせえな。そろそろヘルメットも買えなかんで俺。来たんですよ。本当は3年だでな。え？ヘルメットは。あるんですか。あるて、製造から3年。あ、そうなんですか。3年以降のやつは使用しちゃいかん。だれ、もうすぐ3年になるでよ、新しいの買えなか。あ、そんな。今2年目だでよ、来年には買えなか。新品でもですか。あ、そうそう、新品、あの刻印しちゃうで、はい、いつに製造して作ったのか、はい、そっから3年。あ、そうなんですか。3年、暑いね。テレビさん着ないですね。何を。口を拭くみたいな。絶対着んよ俺。絶対着ない。絶対着んよ俺。なぜ教えたのか、はい、格好が出せ。まず俺は形から入るね、はい、あの格好は無理だ。そうなんですか。うん、ここでボーンって膨らむでしょ、はい、ブイーンっていって、はい、やだ、無理無理。あ、寺木さんが叶わない人って誰ですか。叶わない人、はい、見たことねえで何とも言えんけどな。あ、そうなんですか。うん、一緒に仕事したことはあるけど、はい、あの一回だけね、レジェンド兄弟。ああ、はいはいはい、うん、あのかなり強いこだわり持っとるね。勝てないですか。かもしれんね。ですか。やった、勝負しないと何とも言えんけど。はい、じゃあレジェンドはどうなんですか。レジェンド、レジェンド一緒に仕事したことないで、はい、ただ現場見に行ったよ、やった人、あの人がやったとこ。あ、見に行くんですか。いや、見に行ったというか別件で、はいはい、ようあったんだけど、はい、そこにそこあるレジェンドは浜野さんですよって思ったの、はい、別工事で行ったんだ俺、はい、その時見たけど、あのそれなりの仕上がりしとったよ。やっぱレジェンドだった、ね、レジェンドだよ。やっぱレジェンドですか。レジェンドだった。あの人どうなんですか。最近出た、最近動画出た平原。あ、もう綺麗だよ。あ、綺麗。うん、あの一番初めに入ったそう、一番最初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 、塗り替え道場一番最初。よく残ってますね。残ってるでしょ。俺が入った時にはレジェンド兄弟と、はい、あの平君がおったよね。あ、そうなんですか。うん、おったおった。もう、え、どう、実際どうだったんですか、寺西君とか。あ、寺西君はいいよ。あ、よかった。できるよ、一緒に仕事したけど。あ、そうなんですか。うん、まあ、あの金額、はい、金額もしてるけど、あ、そのレベルはあるよ。へえ。あ、そうだ。あら、渡部さんは。全く知らん。全く知らない。全く知らん。なんか渡部さんも寺木さんに全然合わないって言ってましたね。合わんて、もう俺はエリアが違うもん。もう、あー、そっか。だ、前は会議で会ったけど、はい、あー、もう違うもんで、エリアが合わない。残っとるってことは綺麗ってことだよね。あ、そういうことですか。残っとるってことは塗装ですか。なんだ、上塗り1回しか入れない。あ、論外だわ。しかもあれだろう、やらかしやつだろう。そう無理だって。いや、あれは個人的にやれんわ。あの仕事だと俺やりたくねえ。あ、どういうことですか。一回塗りだろう。あ、はいはい、やりたくねえ。あ、普通に頼まれても。頼まれてもやれたね。一回でいいよって言われても嫌だ、うん、言われても嫌だ。あ、そうなんですか。うん、そう、半端な仕事したくない。半端な仕事したくない。まあ結局は一回でいいよって言っても、はい、ちゃんと塗るのがプロなんだけど。ちょっとあれひどかったっすね。あれはひどすぎるでしょ。で、実際どうなんですか、あのもう一人の人。誰。 C さん。ん、なんだ C さん。あの、あ、 C さんが、うん、なんかあの塗装職になるって言ってたじゃないですか。あ、言っとった言っとった。うん、は
その寺岸さん的にはどうなんですか。あれ、ああれ俺の現場にもあれ手伝ったぞ。あ、そうなんですか。濡らちょっと濡らしてくださいって言って。あ、そうなんですか。うん、あの管理やっとる時ね。はい、本社で管理やっとる時。あ、やりたかったんですか。いや、うん、結構やっとったよ、楽しそうに。あ、そうなんですか。楽しそうね。やっぱ楽しいっすねってあ、俺現場にしときゃよかったって言っとったその時は。あ、マジですか。うん、やりたかったですね。じゃあ初めての割には結構綺麗に撮ったな。 あ、そうなんですか。あれが初めてって言うんなら他に闇営業しなければ。闇営業あいつじゃないだろう。え、あれまでも加担してましたね。あいつ知らんかったんじゃねえの。知らなかったみたいですけど。知っとってやった。ちょっと真実は分かんないですね。分からんわな、そんな。まあでも現場やりたがっとったよ。あ、そうなんですか。あのまだ起動しとるとこはあの春日井があるんだけど、はい、そっちはもう行く予定っすよ。誰が綺麗なんですか。あの笹原くんっていうのは綺麗だわ。あ、そうなんですか。うん、笹原さん。うん、そうそうそう。あ、一回出とるぞ。え、マジですか。あ、出とる。え、いつですか。ドラマ2年ぐらい前かなあの聞く話では綺麗だよ。あ、そうなんですか。うん、寺木さん、10位つけるとしたら何なんですか。俺が自分で、はい、自分で順位つけるやつなんておるか。いや、お願いします。ちょっと YouTube 的に。YouTube 的に、はい、自分が順位つけるんだと思うんですよ。自分が一番に本当なの。一番ですか。レジェンド兄弟よりですか。どうだろうな、まあ3番目ぐらいには入るかな。3番目ぐらい。3番目ぐらいには入ります。1位ではね。1位じゃないかしけど、3には入るかな、今この中におる。マジですか、うん、レジェンド兄弟。え、レジェンド兄弟がワンツーフィニッシュですか。あの兄弟は2人で1つだね。なんか、あ、そういうことですか。アイスクライマーみたいな。あ、そうそうそう、2人で1つ。じゃあ1位がレジェンド兄弟で、2位がレジェンドホームですか。そう。で、3位が寺木さんですか。3番目ぐらいには入るだろうってさすがには。じゃあ平原さんより寺木さんの方が綺麗ですか。分からん、分からん。なんかあれですか、そう言われると。そう言われると分からん。順位自分が決めるもんじゃねえでな。まあ、そうですよ。もうなんか、もう塗り終わります。あ、もう塗り終わります。もうちょっとだな。そしたらもう30過ぎとらへんか。おい、過ぎとす。おい、もう時間が、おい、時間残業だからこれ。今ん3時半です。3時半。おい、じゃあ30分残業だな、これ。残業だで、俺残業。パート職人ですよ。パート職人だで、ほんで本当は9時なんだよ、どれ。9時3時。9時3時だってね。9時3時ってやばいっすね。お疲れ。まあ、寺木さんが3位ってことが分かりました。3位か、俺3位か。え、レジェンド兄弟はどんな、あれなんですか。どこで勝てないなと思ったんですか。じゃあさっき、ちょっと聞きますでしょ。勝てない。どこで勝てないって感じ。誰も勝てないとは言ってね。誰も勝てないとは言ってね。認めただけですか。結構あれに金額もらってたもんね。それも戦闘力的なやつなんですよ。じゃない、戦闘力的なやつだと。こだわり強いって言ってましたけど。こだわり強かったよ。どういう一緒にやったけど。似とるんだね。人にやられたくないんだわ。あ、だから人とやるのは好まない。はい、自分がの同じレベルの人としかやれない。はい、誰兄弟でやるとか。誰もあの介入させたくないタイプ。へえ。レベルが一緒ならいいけど、自分と全く、はい、そうじゃないんだったら、あ、触ってくれよなっていう。あ、そうなんです。うん、僕じゃあ今度棟梁ぶちまきに行ってきます。あ、ぶちまきってこないで。ぶち殺されます。多分やられる。多分やられる。あの一人は温厚だけど、はい、もう一人は横着。はい、やばいっす。やばいじゃん。多分レジェンドも一緒だと思うよ。あ、なんか言ってた気がしますね。うん、俺も自分と同じレベルぐらいのやつだったら、はい、あの一緒にやれできるんだけど、はい、そうじゃないもんで。はい、でも実習生とか。実習生はしょうがねえ。あ、そう。実習生はしょうがねえ。とりあえずダメな人はすぐ切られていくってことですね。そう、切られていく。理解どうしよう。そうそう、切られていく。すぐ切られていく。でも今いる職人さんもみんな割といいんですか。じゃないか。切られてないとこ見ると。ってことはもういいってことです。全然なるじゃない。わかりやすいですね。わかりやすいけど、はい、運よく見られてないか。あ、運がいいか腕がいいか。運がいいか腕がいいか。なるほど。寺木さん運がいいですか。俺は運がいいね。運がいいね。腕じゃないですか。運も仕事のうちだね。運も仕事のうち。そうですか。だって
奇跡は起こすもんだね。めちゃくちゃでも社長来てません？寺木さんの現場来る、かいくぐってですか？かいくぐって、いや今日はって言っても来る来るだって寺木さんあれですよね、塗ってないですもんね、いつも。何を塗る、ぶちまけてあれだろ、あれあれ大変なんだぞあれ、はい、バチャーって言って下に落ちる前に全部こうやって広げてすくい上げるのか下に落としたらもうブブブブアウト、アウト、アウト。あれも結構、はい、難しい技術いるんだから。そうなんですか。あれかけじゃちょっといいですか、ちょっと僕の方から宣伝しても。宣伝、おう宣伝。あの関東神奈川出店にあたって職人募集してるんで。職人募集してる、トビと、あ、足場職人とシール職人、シーリング職人募集してるんで。足りてないのか。塗装、そうですね、塗装と防水は OK なんですけど。もうおるの？はい。あ、本当に。ただその足場とシーリングが足りてないみたいな。ああ、そうか。じゃあ俺行く必要ねえな。あ、行く、なんか行くって話出てましたね。出とったんだ。出てましたね。行かされそうだったんだけど。はい。あれお願いします。何を？宣伝どうします。宣伝どうじゃ？はい。あ、8月1日から始まるみたいだね、あれ。ああ、はい。本格的に。はい。なんか伸びてってねえか、これ。ちょっと伸びてってます。なんか伸びて。なんか日に日に伸びてっとるやろ。日に伸びて。次9月じゃね？8月1日って言ってるけど、9月2日しかないです。あと2日しかね、伸びて伸びて、まあ、まあ、その間、まあ、猶予あるんで。猶予ある、まあ、登録しないから、まあ、まだ猶予あるでいいやと思ったら切れとるかもしれない。あ、そうですね、そこ気ぃつけた方がいいかもしれない。そうですね。求人、あれですね、あの、なんだ、マッチング、マッチング、外壁塗装のマッチング、あれじゃなくて求人道場。あ、そうです、求人道場、求人道場概要欄に貼ってあるで。お願いします。俺募集しようかな。募集するんですか。募集しようかな。また次会いましょうか。ちょ、一回でね、また見てね。なんで？ちょっと一回で一回。また見てね。はい、なんで？見てみたいです。見てみたい。はい、やらなあかんのそれ。ちょっとお願いします。一回で一回見てみたいです、ね。寺木さんの。これ？これ？はい。じゃあまた見てね。初めて見ました。いろいろやることあるだろう。ドラクエとか。あ？ドラクエとかやんないと。ドラクエ最近やってねえ。やってないですか。やってねえ。飽きました。あ？飽きました。あ、飽きてはねえけどよ。もう最後の方になってくると飽きるんだけど。あ、わかります。あ、ラストになってくる。あの、メラミ覚えてくらいが一番楽しいですか。あ、そう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 、一番楽しいですよ、名前が。中間魔法な、うん、で、まあメラゾーマ覚える頃にはもう終盤だもんね。そうなんですよね。ほんとにつまんねえんだよね。いや、わかりますよ。わかるだろう。あの、あれですね、バギーも覚えたぐらいが僕一番好き。全体攻撃。イオラとかバギーも覚えたぐらいが。あ、あの辺が一番いいんだよね。一番楽しいですね。あの、ベホイミ覚えた時。そうっすね。シャーっていう。ベホマラーぐらいまで好きですけどね。ベホマラー最後の方だろう。最後まであれじゃないですか、ベホマズンじゃないですか。おう。確かに、そうですね、ベホイミ覚えたぐらい楽しいですね。楽しいだろ、あの辺が。